はい、おはようございます。いつもね動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるい動画の時間です。今日はねめちゃくちゃ寒いんですよ。東京では雪が降ってるという、今日ね撮影してるのが2月の6日なんですよ。昨晩2月の5日からね、都内では雪が降って飛行機も止まってるというような、状況で、まあ私のいるこの徳島はね雪は降ってないんですけどね、かなり寒いです。それでもう手もこんな感じでね、中に入れさせていただいてね、ちょっとオープニングトークを撮らさせていただいてます。それで昨日なんですけど、このホールトラックじゃん、車検行きます、登録行きますって言って行きました。あ、しかしもうショックが大きすぎてね、LINE を入ったすぐにね、なんか検査官のね一人の若い人がね、なんかこうなんか嫌な雰囲気なんですよ。それで、まあ中は撮影ができないんでね、ちょっと状況を説明させていただきますと、 LINE に入りました。そしてライトのチェックとかします、ウインカーつけてください、ワイパー動かしてください、ウォッシャー出してくださいとか、まあ通り一遍のね、車検に行ったらするんですけど、それでウインカーでねハザードをつけた時にね、この若い一人の人がね角度変えたり後ろ行ったり、なんかなんでこんなにハザードで見るんかなとずっと思ってたんですよ。そしたらね、先輩の方とか呼んできて、それでもうね私思いました。今のこの令和の時代にねウインカーのね柿色の色がねちょっと薄いからダメと言われてました。これ経年劣化でね色がちょっと薄くなってますと。けどね私実はね昨日ねもうショックが大きすぎてね、エンディングトークも何も撮れなかったんですよ。もうダメでしたというね、もう祝いたいしね、ごめんなさい。それでね今日その代わりに朝ちょっと説明させてもらってます。それで帰ってね見てもねちゃんとオレンジ色に光るんですよ。まあ薄いかなと思うんですけど全然光ってるんですよ。それでね今のこの時代にですよ、オレンジがダメって人の見た目で言うんだったら、あれね検査員によっては絶対 OK 出てったと思うんですよ。この検査員だからアウトが出たような感じでね、今の時代ねこのオレンジの色のね色合いもね科学的根拠で測ってくれとほんまにね、で人の目でね判断してアウトって言われてね、また陸軍支局に行かないといけないと、もう帰って直しますわって言うたんですけどね、もうもう全然聞きません。一遍アウトと言ったら絶対無理でね。それでね昨晩知り合いの車屋さんに行ってね、無理を言ってね QR を言うてね、またたまたま2個あったんですよ。それでね、付け替えしていただきました。それで昨日の LINE 通ったんで、もうこれ以外はね全て合格でした。もうハンドルのブレとか下回りのチェックとか全てがクリアしたんですけど、これだけがね、ほんでね陸運局のルールとして夕方4時までにこの Q を変えてもう一度入ってきてくれたら、 Q が変わっとったら OK です、もうナンバープレート発行しますって言っていただいたんですけど、それです近所のねイエローハットさんに行ったんですけどね、この Q がなくてね、それでもう4時に間に合わないっていうんで、もうこっちの方に帰ってきたんですけどね、もう本当にねめちゃくちゃショックでした。それでね昨日はねもうエンディングトーク撮るもう気力もなく、それでねもう胃が痛くて胃が痛くてね、久しぶりにねおっちゃん胃痛を感じましたけどね、おっちゃん今日は元気です。それでね今日はね何をするかというとリベンジいきます。リベンジってね、今日こそはねナンバープレートをねつけて帰っていきたいと思いますのでね、もしね興味のある方もない方もね最後までお付き合いください。ではねおっちゃん今から行って、ちょっとオープニングトーク長々なりましたけど行ってきます。おーす。はい、2日目、陸軍支局の方にやってまいりました。そしてね、書類をね一応作りました。書類を作ったんでね、今からまたラインに行きますけどね、ラインはね、ちょっと動画撮影不可なんでね、とりあえずね今日はいけると思います。もうねダメって言われたウインカーもさらに変えてきたんでね、いけると思います。ってなわけでね、おっちゃん今から頑張ってきます。
はい、合格しました。これでね、あとは申請の書類で、正規の車検証とナンバープレートをもらって封印をつけて帰るという手順になります。とりあえずね、書類を作ってもらってきます。はい、無事ね、帰ってまいりました。それでね、念願のユーザー車検通りました。それで今回ね、2日かかりました。それでね、1日目ねアウトだった時はってなってね、もうねエンディングトーク取るもう心のゆとりもないしね、もうそんな感じでね、まさかのねこのウインカーのこの黄色いランプが経年劣化でつけたら検査員の方曰くちょっと白く見えると、柿色部分がちょっと薄くなってると、だからアウトと言われましたけどね、今の時代私は思いました。人の目見た目でね、まあ判断するのも確かに大切なことと思うんですけど、今の時代黄色いか黄色くないかとかね、やっぱりね計測器でやってもらいたかったです。もう人の見た目でねアウトって言われて2日目になってね、ちょっとね、ショックでしたけどね、今日ね行った時に、陸運局の方の担当の方、昨日ねちょっとお話しした方なんですけど、その方ねめちゃくちゃ優しくてね、昨日4時まで待ってたと言ってくれたんですけどね、来なかったから急が間に合わなかったのかなってね、もう本当にね優しくお声かけていただきました。ほんで今回ね、陸運支局の方、皆さんいろいろとね、教えていただいて、またいろいろ本当にね、親身になって考えてくれてねありがとうございました。おかげさんでね、皆さんのおかげでこのナンバープレートねいただくことができました。それでねパッと見てください、これすごいないですか、このコペンちゃんがねなんかすんごいちっちゃくてね可愛くてね、やっぱりねこうやって並べたらね、すごいでかいんやなと。 V8 の4600めちゃくちゃトルク感ありますよ。こうね国道バイパスもこう坂道みたいなところあるんですけど、アクセルブンって言っても全くストレスなしでね、これからねまたこの、フォードトラックちゃんとね、また思い出ができてね、YouTube またいろんなねアウトドア行ってね、動画撮っていきたいと思います。それでね今日のねこのユーザー車検を振り返ってね、ユーザー車検でねやっぱりね下回り のオイル漏れとかブーツの裂けとか全部調整して、あとしなければいけないのはライトの後軸と、それとサイドスリップっていうかな、揺れとか、あとラインに入っていった時にねエンジン切ってハンドル回してください言うて、これまたエンジン切ったらパス効かんのですよ、思ってグーッと回してね、それで多分あれガタかなんかチェックしてるのかな、まあそんな感じで、あとホイールが車検に通るかどうかという、それとね今回ねこの車に関してはね後ろヒッチメンバーがついてるんですよ。これね皆さんこれ本当にね継続車検だったらそのままいけるんですけど、前にヒッチのこれをつけてなかったら新規登録になるそうなんですよ。それでね、長さを全部測り直ししてね、それで今回このヒッチメンバ これの長さで、車検証も全部作ってもらいました。だから今はこのヒッチメンバーついてるのが OK っていう形でね、
だから今回、逆に、ユーザー車検行ってよかったかなと、知らないままね、この、 ヒッチメンバーの長さが違うとか、またね、視聴者さんからってお前違うじゃないかとか言われたらね、またおっちゃん心がねすぐにうっと折れちゃうんでね、今回本当に行ってこのヒッチメンバーのこの長さで、車検を 通ったのでね、これからはもう本当にもう堂々とね、この状態で走れると思います。てなわけでね、今日の動画もしよかったらね、グッドボタンお願いします。それと素人おっちゃんのね、ユーザー車検、あんまり参考にはならないと思うんですけどね、もしねおっちゃんが分かることであればね、質問にお答えしたいと思いますのでよろしくお願いします。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。おっちゃんの動画今日はこれにて終了。皆さん良い一日をお過ごしください。さようなら。おー。